ハロー、アースノイド。19歳でホワイトベースの館長になってからの人生がハードすぎる、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ブライトって人生ハードモードすぎない？まず研修中の船が襲われて館長を務めることになった時点でハード。昔の19歳って大人に見えたけど今思うと普通に死ねるわ。19歳とかほぼ学徒兵みたいなもんなのにようやるわ。19歳であんな責任を負うとか想像するだけで吐くわ。19歳であのホワイトベースの艦長やり抜いたのは本当にすげえよ。サイドセブン避難民とリード注意にせっつかれるのが本当見てて辛い。年取ってくほど辛い。ストレスでメンタルぶっ壊れたり胃がやられたりしそうなもんなのに心身が頑丈すぎる。一時期ダウンはしてたよね。その時踏ん張った未来さんもすごい。未来さんがマジでできた嫁すぎる。というかあの人お嬢様とはいえ一年戦争時点で優秀すぎるでしょ。ユウさんの母僚の前での取り乱し方見るに相当来てたよ。か、勘弁してくれ。ユウ、勘弁してくれよ。な、俺たち、これからどうすりゃいいんだ？え、ユウ、教えてくれ、教えてくれんのだな、もう。あのクルーで数少ない軍属の同期で理解者みたいなもんだもんな。きついこと言ったりやらせたりもしたけどクルーからの人望はかなり厚かったよな。ブライトがいなかったらアムロもカイも出てってそれっきりになってたよな。ブライトは結局ホワイトベース以外の艦は落とされてないから優秀すぎるんだよね。大破どころか白兵戦までこなしたアバワクーはハードどころの話じゃない気がする。最初期はともかく一年戦争以降は自分で選んだ人生の結果だから仕方ない。連邦の軍人なんてやってたのが悪い。まあセナス議長にそれを売ったら私は連邦の敵になりますからね。って言ったのに結局は連邦軍を辞められないという。人望含めて辞めるに辞めれなかったのもあると思う。まあそういう情や生きる居場所求めちゃったのはそうだね。ゼータ開始の時点のブライトさん有名人なのに落ちぶれまくっている。連邦も実質左遷はしてるけど有名人だから船長として表立ってのほどほどの仕事はさせてる。なので神優みたいなファンが来る。ただそれなりに時間も経ったから軍人の中には、3ヶ月艦長やって英雄って称えられてるって解釈して気に食わないって思ってるのもいるみたい。美徳の人ではあるけどゼータ以降は自分から面倒ごとに首を突っ込みすぎたイメージ。もうちょっと組織内の付き合いは考えた方が良かった。ただダブルゼータの時点で連邦の腐敗ぶり嘆いてるんだから根気強く我慢しすぎじゃね。煙に巻かれて涙を流しに来たのさ。ってダブルゼータの時点で涙が出るぐらい腐敗を嘆いてるよね。どうやっても連邦は変わらなかったから我慢するしかない。息子は我慢できなかったから死んだ。軟禁に戻させずアムロジ部隊に引き上げてきたので相当頑張ってるんだけどな。ブライトは自分の船とは A 軍のものを使って脱走してるし、エウゴの艦隊司令やってジェブロー教習の指揮してコロニーレーザー発射もしたし、テレビ版はジュピトリス沈めたとも言ってて、ダブルゼータでアーガム単独でネオジオンと戦いまくって、ダブリンで高官たちに直訴もしたし、ロンドベルで応用品と知りつつ核も使ったし、ブライトがやってきたことも連邦が警戒しまくる程度には経歴すごいことになってる。ブライトは経歴で見ればよく生きてるし、よくここまでできた人間でいられてるよ。ブライトはなんで子供作ったんだろ。いつ命を落とすかわからない仕事だから、作れるうちに子供を作っておくのは大事なのかもしれん。住民だけは穏やかに育ってほしい。きっとネタが尽きたらニュータイプに覚醒、戦場に送り込まれるよ。ブライトは長男がやらかしてるだけで家族親子関係はだいぶ良好だったよな。ハサウェイが言ってるけど親父とは離れ離れのことが多いから、オカルトなつながりでもあると思わないと親子なんてできてないとか言ってたはず。エマリーさんと浮気したのが本当にクソ、未遂だったが。あれブライトさんからしたらだいぶ恐怖体験だと思う。この子なんかめっちゃグイグイ来る、なんか死んだ。みんなの命をくれ。カムランさん25発の核ミサイルを横流しさせて、クルーにすまんがみんなの命をくれ、とか言ってくる逆者のブライトさんやばい。先にハサウェイがあるの分かっててバナージ相手にあれを言わせたの割と人が悪い。ユニコーン内だけで見ればいいシーンなのがひどい。ユニコーンのバナージ激励するとこ、バナージがハサと同年代だと思うと結構グッとくるんだ。歴代ガンダムパイロットたちよりもガンダムに呪われてる人。
適性があるからといって軍人ではない少年を何度も戦場に投入した男の末路。何人も子供を戦場に送り込んだ報いだよ。年重ねた本人がそんな感じになってるのがおつらい。ガンダムシリーズなんてそんな大人何人もいるだろって思ったが、大体みんな死んでるしな。なんでこの人だけ死ねなかったんだろう。死ぬより辛い目に遭わせるためかな。結局連邦の改革なんてできねえし、連邦として戦い抜いた結果、息子がテロ始めて死ぬし。かといってやってなかったら大体死んでただろうし、宇宙世紀の陣ハヤト。なんつうかゲッターでいうハヤトみたいなただの人間なのに見届け人みたいな立場になってしまう人。何気に多くのガンダムパイロットや、その戦いを見届ける役割になってしまった男。頼むからブライトは後付けで闇落ちしたりしないでほしい。闇落ちすると良くも悪くも影響大きいし、悪として活躍しなきゃいけないから落ちぶれる可能性の方がまだ高そう。そもそも作中の時点でアムロとか仲間が死にまくったから、死んでいったみんなのために自分も何かしなければ、ってなってるから出馬しようとしてる。ただし連邦はブライトが政界入り、政治的発言、ニュータイプ関係の発言するの危険視してる。なおブライトは出馬する時の演説の際に大君のような演説する予定。クロスボーンガンダムあたりの時代では何してるのか気になる。自責の念によるストレスで早死にしてる可能性もあるが。おそらくブライトが頑張らなかったらかなり高い確率で連邦滅んでる。じゃあ頑張らない方が良かったかもな。息子も死なずに済んだかもしれないし。勤め上げれば少しでも動かせる立場になれるかもしれなかった。できたのは息子を殺したことだけだった。ハサウェイの処刑のサインしたのはケネスだからな。ブライトに息子殺しの罪背負わせないためにだいぶ無茶して感情ぐちゃぐちゃになってやり遂げたんだからな。なお連邦はわざと情報を流してブライトが苦悩してハサウェイの処刑をしたと発表した。ケネスは切れた。ブライトさんが政界目指したのがハサウェイの行動理由の一部だから死因ではあるけど全てじゃないしな。連邦的には血族でも容赦ないって体制の引き締めにもなるし、ブライトを辛辣な人と思わせて政界進出の目も詰める、やりとく。外からなんとかしようとしてた、マフティ自体連邦内の権力闘争の一部でしかないし救いがない。ハサウェイ自身バカなことやってる自覚はあったけど行動せずにはいられなかった感じだよな。脳内のクエスが囁くんだ。ハサウェイの映画の続き楽しみではあるけど最後のブライトへの仕打ちが原作通りだと悲しくなるな。引退後はレストランやれたのかな。未来さんと二人でレストラン開いてそこに身分隠したセイラさんやニヤニヤした海さんがいたり、聞き連れた緊張したハサウェイがやってきたり、ジェイミンが彼氏連れてきて切ったりした未来があったはずなんだ。ブライトは他人の子供をガンダムに乗せて殺し合いをさせることでたどり着いた地位を、自分の子供をガンダムに乗せられて殺し合いをさせられたことで失ったおっさんなんだ。